はい、おはようございます。おはようございます。ラスカでございます。とサマッチでございます。はい、おはようございます。今日よろしくお願いします。というのもね、今日はですね、ただいま長野県に来ております。本日ね、伺ったお店は長野県の須坂市にございます虎食堂さんにお邪魔しております。今回ね、サノッチさんのご紹介でして、こちらのお店もともとね、ご飯が無料らしいんですよ。しかも無限で、無限で、はい、もともとね、3回以上おかわりをすると、なんか店舗内に名前が書いてもらえるみたいな。そうなんです。名前を残せると、で、なんかそういったサービスを行ってるみたいで、以前大食い別の方、ガデューさんって方がいらっしゃるんですけど、その方が15杯、まあ、やばい量を食べてはいるんですよ。まあね、そんなこんなで今回は紹介いただいてですね、僕は特にチャレンジというわけではなくて、なんかいろいろ有名なメニューが何種類かあるみたいなんで、まあ、そういったね、おかずとか定食を頼みながら、サノッチさんとね、2人で普通に楽しんでいこうと思います。はい、で、今ね、ちょっと画面には映ってないんですけども、この後ね、マックスさんも合流する予定でして、マックスさんはね、また別の感じで一人でね、撮るらしいので、概要欄に2人のね、URL 貼っておきますんで、ぜひね、そちら飛んでみてください。ということで、じゃあちょっとオープンまで待って、オープン突したいと思います。楽しみましょう。それでは後ほど。はい、あ、鈴木さんが来た。うん、貸してもらったということで、ただいまね、店内の方に入ってまいりました。これさっきチラッと見たんですけど、メニューめちゃくちゃ多くないですか。そうなんですよね。このお店は焼肉定食がもう一番人気なんで、焼肉定食 ものすごいしです。うわ、食いてー。であと餃子と、はいはい、もつ煮がちょっと、まあ、おすすめかなと。私のしかもめちゃめちゃ安いですね。焼肉定食超大盛りでも1350円。そうで、おかわり自由。おかわり自由。キャベツもお味噌汁とかも大丈夫ですね。すごいお店ですね。え、じゃあ今日のっちさんも焼肉なんですか。もうやっぱり焼肉は外せないかなと。なるほど。っていうことは一品じゃないってことですね。焼肉だけじゃない、じゃないね。うわー、麺気になるんですよ、やっぱ僕なんで。そう、ラーメンもね、美味しいっていう話は聞くんだけど、やっぱりね、こっち行きたいんだけど、やっぱりいつも焼肉定食行っちゃうんで。じゃあそして早速注文なんかしちゃいますか。わかりました、じゃあ行きますね。はい、すいません、焼肉定食の200、それとやっぱ餃子もつ煮だな、もういつもの。はい、じゃあ僕も焼肉定食の 200g 超大盛り一つと、カツカレー。カツカレーご飯大盛りサービスですけど。あ、じゃあ大盛りでお願いします。うまそう。五目ラーメン、じゃあそれ一つで。じゃあ、あと手作りチャーシューを2人前いただいていいですか。したらそれでお願いします。はい、ありがとうございます。いや、釣り来ましたね。はい、食べましょう、食べましょう。来ました、来ましょう。あ、ありがとうございます。食べちゃいますか。はい、はい、いただきます。いただきます。どうぞ。これのっちさんは何をメインに頼んだんですか。はい、焼肉定食をメインに。焼肉のこれ一番でかいやつですよね。そうです。ちなみに僕も一緒でございますね。これ 200g ですね。 200g、 めちゃめちゃうまそう。まず箸を濡らしてですね、玉ねぎのいい甘みが、うん、玉ねぎすごい。あ、はい、追加のカツカレーもただいま到着いたしました。ラーメンもうまそう。やばい、飲み切らない可能性が。うわ、うまそう。ニンニク、ほわ、よかったら式場でお願いですか。はい、ありがとうございます。ここもうメインの肉からじゃあいきますね。そうですね、僕らは肉からいきましょう、はい、マックスさんは野菜からですが。うまそう。これいただきます。いただきます。うまこれなんか、うん、うまい。これ野菜でご飯いけますわ、タレで。うん、おいしいのよ。うん、またこのバラの脂でしょ、じゅわって溶けますね。噛めば噛むほど、うん。200g の上が欲しいですもんね、うん、メニューに、うんうん、400とかあっても全然、うん、僕らだからとかじゃなくて、普通の人でもこんだけうまかったら3、400あってもペロッといけますよね。ペロッといける。うん、うまっ。これ多分お肉、これみゆきのみゆきポーク、うんうんうん、長野の豚になるんですけど、うんうん、これもね、甘みがあって、うん、ちょっとさっきものっちさんと話しましたけど、こう地方でこう食べた時って、うん、野菜とかもそうですけど、コメント欄でもオーバーリアクションって言われるんですけど、やっぱ地産地消やってるところはうまさ違いますよね、段違いというか。正直そのシンプルな
懐かしの定食屋さんの味を想像してて今日来たんですけど、はいはい、またそうじゃない、うん、全然レベルがグレードが違うというか、よかった、よかった。お店の人も喜ぶ。せっかくね、あの2人で撮るからちょっと喋ろうかなと思ったけどそれどころじゃないですね、ほんとそれどころじゃない。わかる、うん、うまい。うん、五目ラーメンのびちゃんで、うん、先にお代わりはする前に、これ五目ラーメン珍しいんですけど、こちらの確かにそうニンニクをすりつぶしてくださいということで、これ生ニンニクいただきました。なかなかないですよ、五目、うん、ラーメンで。メニュー名も面白いですよね。なんか書いてあったね、なんかがっかりみたいなあっさりではありませんみたいな。あっさり系というよりかはこうしっかりと油も入ってて、うん、そうスープはすっきりしてますね。いい、めっちゃうまい。よき、よき。野菜炒めるときはごま油で炒めてるっぽくて、その風味がものすごいです。こんだけ透明であるのに口ベタベタになるってなぜかうわこれうま、これやばいかも。本当のちゃんと意味でエンジョイ会になってくれたら本当に嬉しいんで、もうすでにエンジョイしまくってます。ありがとうございます。麺こんな感じですね。中華の縮れ麺、いいね、昔ながらの食堂のラーメンって感じだね。わかりました。あれやってるから奥は濡れるよ。奥はお金がかんないね。奥はね金がうまい。ご飯おかわり一つお願いします。ちょっと二つ、はい、すいません。はい、ちょっと高いぐらいじゃないか。うん、俺今度ちょっとラーメン食べてみよう。これめっちゃうまいです、このラーメン。マジで、うん、中華っぽいラーメンですかね、うん、だから普通の醤油ラーメンもちょっと食ってみたいかもっていう。あ、なるほど、うん、赤が、赤が、白が、ね、うん、いいな。ニンニク絞ってみよう。そうね、それ忘れちゃうかもよ。慣れないとね、きつい。分かんないと本当に慣れないよ。いや、そこはほら、オフロードコース兼キャンプ場みたいになってるから。ありがとうございます。あ、ちょっと、はい、ありがとうございます。これ、塩、五目煮、これ絶対良いです。そう、イメージがあんまりまだ分からないよね。オフロードタイヤの振りが一応だから、やばい、これ絶対絞った方がいいです。うまっ。いっぱい直さなきゃいけないから、うまそう。甘えちゃうぜ。今ピンマイクが入りました。入ってなかった。餃子をいただきます。いいでしょ。いや、ちょっと見えないかな、見えるか分かんないけど、まあ、こんな感じっすね。名物のもつ煮でございます。いや、これ酒だろうな。ちょっと餃子とりあえずそのまま、うん、うまっ。ありがとうございます。ビール飲みたい。はい、ありがとうございます。うん、このこっちもニンニクと、うん、うん、野菜とこの表面のほんとカリッカリともちもちの、うん、今何もつけてなかったんですけど、うん、なんだろう、野菜のうまみとニンニクの香りがしっかりついてて、で多分下味そんなついてないですよね、うん、塩味とか塩分が、うん、でもね、つけなくても十分味わえるぐらいこうまみが強いですね。ねえ、皮がもちもちでしょ、うん、チャーシュー粉ぶっかけたくなるやつね、うんうん、今日はエンジョイ会ですわ、うん、一人以外ね、一人はちょっとファイト会になってますけどカレーいっちゃおうかな。ルー固まっちゃうんで
なんすかね、このカツカレーの魅力。うん、どうなの。あ、うわ、甘口だけど、スパイスがしっかり効いてる。うん、うん、まあ、トラ食堂さんのことだから、ルーも多分かなりこだわってるんだろうなっていうのは、うん、フルーツが多分相当入ってるような。あ、やっぱりですね。甘くない。カツがうまい。今日の回やばいな。本当にこういう時期じゃなければ本当に何品も一品ずつ頼んで二人でシェアして食いたいですよね。あ、わかる。うん。本当に今日は僕はこっちの企画で良かったですチャレンジは。いや、俺もレスクもやるんかなと思ってたから、うん、正直やっぱりずっと行くって決まってから、うん、ネットでいろんなメニュー表とか見て、うん、その焼肉見てチャレンジではないと思ってこれ普通に食いたいと思ってもう、まあ、おかわり無料もそうだし、こういう見た目もそうなんですけど、なんか少年心くすぐられて、男心というか食いたくなってしまう衝動に駆られるみたいな。これは本当週末になったら行列できるのもうなずけますね。いや、このカレーめっちゃうまいぞ。だからそういった意味では本当にオールマイティーに美味しいのがすごいなと思ってて、うん、しかもこんだけ正直お客さん回転してらっしゃるのに全メニューちゃんと手を組んで作られてるのがやっぱ食べてて分かるので、そこがすごいなと思いますね。やばい、楽しいぞ。楽しい。でも本当になんかこう、僕やっぱ仕事でこう地方とか行く機会が多いんですけど、地方来た時の醍醐味ってこの人情に触れ合うっていうのが一番楽しくて、今日もちょっとオープン前に、ね、事前にこの撮影のお話をさせてもらったので30分前ぐらいにお店到着して、あのお店の方とご挨拶したんですけど、本当皆さん温かくて、何味もそうなんだけど、俺も初めてここに来た時に、はい、初めてだよ、はい、厨房から本当に全員、皆さん全員がいらっしゃいいらっしゃいっていう、もうそれにやられちゃって、いや本当なんだろう、うまいもん作ってくれる実家みたいなこれはいろんな人が愛しちゃう気持ちは分かりますね。正直こうやっぱいろんなね、若い頃からこういうタイプなんで、うん、焼肉定食あったら頼んじゃうんですけど、多分間違いなく人生で食った焼肉定食で一番うまかったです。はい、来ました皆さん、これ間違いなく1位です、絶対に。あざす。いや本当に美味しかった。俺も焼肉定食食べて、うん、こういう終わり方あんまり見ないからね。確かに、うん、汁、こんな汁だけ見たことない。改めてごちそうさまでした。いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、ただいまね、僕ら2人は美味しく楽しく定食等ですね、完食させていただきました。いや、本当にうまかったですね。この後よく寝れそうだよね。いや、もうチェックインして僕はもうすぐぐっすり寝ます。こちらね、本日ご一緒してくださった佐野地さんですが、あのね、新潟の方で、まあ、新潟ですとか、まあ、長野ですとか、この辺りのね、美味しいお店、チャンネルの方でもね、たくさん紹介しておりますので、概要欄にね、記載の佐野地さんのチャンネルの方もぜひご覧ください。でちなみにあの、僕らのね、後ろでガチチャレンジをしているマック鈴木さんの、マック鈴木大先輩の、チャンネルの方もどうぞご視聴ください。きつそう。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。最高でした。ごちそうさまでした。